員旅行を予定していた今日ですが、はい、雷雨しかも私たちが行こうとしてたのはですね、うん、江ノ島の方というか、うん、雷雨だったら一つも良さ出ないな、はい、なんで雷が出るぞと言われてる日に水場へ近づくのか、ね、そうよ晴れてる日に行くから楽しいのがやっぱ水場だからな、うん、で BBQ を予定してたからその網ってさ水通すじゃん終わりだなで動きやすい格好してきてさはしゃいでる感じになってんじゃん、うん今日なんかスポーティーな格好でそうもう動けるようにっていうさ、うん、感じで来たのにさ、うん、室内で撮るの恥ずかしいなと思ってさそうね、うん、なかなか厳しい寝られへんこういうレジャーがさ、うん、レンタク一番好きじゃん根っからの陽キャだからさそうよライブもさレンタカーとか全部手配してくれて、うん、海辺でエモい花火したかったのにいやマジでいいよこれできないかな一回でもそのドライブだけはさ、うん、したいじゃん天気予報見てたら多分北上すれば雨雲よけれんじゃないかなと思ってでどこ行くかはその雨雲よけながら考えようかロマンチックで雨雲よけた結果何にもね街に着いたりとかしたらどうするそれはそれでなんか魅力じゃん何もない街でどう過ごすかがもううちらの腕じゃんなるほどな最初にその江ノ島の海辺でバーベキュー見せられちゃってるからさ予定のねそう予定の気持ちとしてはねリンクも見たしなリンク先もめっちゃ楽しそうだったもんなそうあれやっぱ見せられちゃってる分確かにながっかり感は出るよね一回忘れよ雨雲とこっちのテンション合ってないよっていうの見せないとめっちゃテンション高くすれば晴れてるように見えるから多分人間って主語でかいびっくりしたよ急にそんな話人間ってその雨に引っ張られすぎだと思うどういうこと頭痛だとか気分だとかああ低気圧だな雨ごときでちょっと左右されすぎ雨の日のテンションの最高値出してみようかなとりあえずみんな分のコーヒーとかサンドイッチだけ買って車乗ろうかできればパーキングで買うとかむちゃくちゃ空いてんじゃん今日のパーキングエリアとかイエーイ空いてるじゃんすごいいいよテンションすごいそういう良さもあるよ雨の日割りとか、うん、だって雨の日なのに元気だよ、うん、やめてその人まあいっぱい取れればいいわけだもんね言うなこれ楽しい旅行にたまたま、うん、カメラ回してるだけ回しちゃったっていうだけホームビデオそういうことね今日取らないとキャンセル予定できないなとかそんなことはないないよないでないですよ3本ぐらいで全部取れたなとかないよペイって言うなよあんまり全部ペイできたらないよそんな旅行にペイとかねえからとりあえず事務所で1本でペイだからないよそんなこれでペイしてんじゃないかお前車の前に1本ペイできるようなないよそんなペイって言うのマジでお前だほんま道中とかは大学時代の2人の懐かしい話いやめっちゃペンチオスしてる題材決まったらその題材でとりあえず10分は話してほしいいやペンチオスしてる10分で8分以上が一番ペイできるから題材コロコロは変えんといてほしい一番ペイしやすいやつだよ。シャツが作りやすい。シャツが分かりやすいよ。シャツが分かりやすいとか言うな。取ってからやれそれ。テリーのことしか考えてないじゃんお前ら。デイチャンネルですよ。デイチャンネルって言うな。じゃあコーヒーだけ買おうよ。コーヒーおごりっすよね。おごりっすよねって言っておごるのはちょっと違うな。一回もミシカにおごってもらったことないじゃん。うちら。確かに。おごらはちょっと出します。ちょっとアイスコーヒーを。ほんまに買うの実際は勇気します。あ、レモンジャムのお金なんですけどねあ、でも携帯だ携帯のペイで払ってるあれ、ファンの人の LINE ページだから可能性あるぞファンの人のコーヒーか西田じゃなくて、この YouTube に対してありがとうございますって言っといた方がいいそうだねアイスコーヒー4つえファンの人ありがとう俺だペンペンとかだったじゃないですかあれ D 払いあ D 払いかああじゃあお前か俺の D 払いありがとうじゃあ西田ありがとうファンの LINE ペイは使い切ったからねえ誕生日にずっともらったでしょいやそうでもなかったです
1万円ぐらいです。してるなお前。計1万円ぐらいです。そんなことないってよく言えたわ。1万円ですからね。本当に親のミスですよこれ。これに関してはお前悪くない、親が悪いわ。この価値観に育て上げた。そうよ、製造責任。製造責任。あ、怖いな、怖いことしてないか。切り返しまくってる車が1台いますね。ライブよな。出れなくなってるパーキングからライブが手伝ってくれてる。恥ずかしいな。ドキドキしたな。ライブミスってた。ミスってない、ミスってないって。なんかもうこの切り返しだけで1日終わるんじゃないかな。めちゃくちゃ嫌味言うやん。運転してみろ。確かに免許も免許ねえやつ。唯一持ってない一人が一番の嫌味を。前が乗れる？乗れるよ。大丈夫？でもいいよもう。保険入ってるよね。涼しい。8月なのに。昨日もう外ロケだったから死ぬほど暑かったから。うん。40度ぐらいあったら。嫌だった。嫌じとかじゃん。仕事だし。その時嫌だった。嫌とかじゃないです。天気は別に。今どう？今。今はでも、うん、過ごしやすいよね。よかった。ポジティブになってる。過ごしやすい。ドライブ日和ってことでさ。そうよ。待ってね、今ちょっと天気を見ますわ。まあ、まず渋谷の天気が今25度曇り。夜にかけてどんどん雨が降っていく感じです。なんで、ちょっと違う地域とかをね、見ていければと思います。あ、でもね、実家周り。江ノ島の方がずっと曇りだよ。あ、ほんまやん。あ、でもね、神奈川県鎌倉市、雷注意報が出てます。あかんやん。そうなの。あかんやん。中央出てる。誰かの骨見えちゃうかも、ね。ビリビリギャンブルこれ。ビリビリギャンブルじゃない？骨が見えちゃう、ね。滑らんかった。なぜか。ポジティブすぎて西田の。面白くない。もうそうよ、確かにな。これがね、雨の日の効果っていうね。ライプの運転も大丈夫かな。レモンジャムメンバー全員運転うまないから。私に関しては本当グラセフレベルっていう。そうね、一回仕事で運転してね。そうよ、大変だったもん。タイヤ爆発させてんだから私。車の仕事でだよ。そんなこと。もともと私は走れませんっていうのをずっと中国してて、そう、さやさんもう本当にペーパードライバーだったからな。ペーパーどころか、もう免許取ってから8年も運転しませんと。はい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 。で、怖いんでっていう話をしてたんだけど、うん、いや、山奥走ってくださいと当日言われまして、運転席に座ってるところの写真が欲しいよと。欲しいよみたいな感じだったんだかな。ほんで山走って、うん、助手席で思いっきりカメラかかってたから、はいはいはい、そのもう視界が悪くて。そうね、その道幅とかの感覚は私ゼロだから、うん、もう対向車線来た瞬間に大パニックになって、はいはいはい、思いっきり変な方向に切って、しかもすっごい細い山道で、あんたが乗ってたんだよ後ろに。そう、俺後ろ乗ってて一緒に煙味わったもんね。あのタイヤがパンクした時ってなんか煙出んだよな。そうそうそう、白い、落ち込んでる。とりあえずナビ入れます。ナビ入れよう。それこ、一回止めようかしら。ここまでで、また。ペイできたと思ったよ。